は、インド神話においてあらゆるものを設計したと言われる神。その意味は、サンスクリット語で、すべてをなすもの、全知であるものである。仏典では、秘守決馬典、自在天皇、苦行典、光明典などと簡約されている。ビシュバカルマとも呼ばれる。彼の娘サンジュニアは、太陽神スーリアの妻。リグベーダでは、あらゆる方角に目、顔、手、足を持ち。 天地を創造した唯一にして万能の神と述べられているが、後の文献ではもっぱら交渉神として活躍する。彼は太陽神スーリアの光を削り取って神々の武器を作り出したとされる。また、ラーマーヤナでは、羅折族の巨城であるランカー島の都市の建設は、ビシュバカルマンの仕事であり、その壮麗さが繰り返し述べられ、クベイラ人に与えられ、後に、 ラッセツオーラーバーナの手に落ちた天をかける戦車プシパカ、ラタヤ、イセン、アガステアから英雄ラーマに授けられた黄金弓ブラフマだったもビシュバカルマンの作とされる。またティロッタマーはビシュバカルマンが創造した特別な天女という、しばしば同様の性格を持つ飛ばし鳥神と混同される場合がある。現在でも、ものづくりや技術、機械の神様として、 インドの各工場で祀られている。ありがとうございます。